海101エンジン海101はアメリカ合衆国で開発されたアフターバーナー付きターボファンエンジンである。開発、製造はゼネラルエレクトリック。1970年代に開発されたアフターバーナー付きターボファンエンジンでゼネラルエレクトリック最初のアフターバーナー搭載型ターボファンエンジンでもある。アメリカ空軍の B-1 戦略爆撃機のエンジンとして採用され、 アフターバーナー使用時の最大水力は3万ポンドに達する。B-1A の開発は1977年に中止されたが、飛行試験は継続されたため、これが生産型 B-1B 用、K101GE-102 の開発に生かされた。K101 は1984年から B-1B に搭載され1985年から運用開始された。 戦闘機用、アフターバーナー付きターボファンエンジン GEF110 は、海101の派生型で1980年代初頭に、海 -16 戦闘機に、海101エンジンを搭載して試験が行われた結果、開発されたものである。B-1 は、海101エンジンのおかげで優秀な性能を持ち、空中給油せずに、大陸を横断できる能力を有したほか、速度、貨物、 距離に関する61の世界記録を樹立することに役立った。海101は商業的に大成功を収めている民間企業の CFM56 シリーズの原型ともなっている。一般的特性構成要素性能出展。ありがとうございます。